アネアセヨヒヨンです。え今回はですね、なんとスペシャルコラボで会社員 A さんに来ていただきました。よろしくお願いします。前コラボさせていただいたのは2年、そうですね、2年、はい、3年前くらいに。その時結婚は多分されてなかったと思います。そうですよね、はい、ママになっておめでとうございます、はい、ありがとうございます。つぶこめラジに始めますか。それではスタート。の方ではファッションについていろいろ動画撮っているので、そちらもぜひチェックしてみてください。今回は私のチャンネルの企画なんですけど、 A ちゃんではもう韓国オンリーということで、はい、韓国の今のリアルな情報をちょっといろいろ聞いていきたいなと思っております。ジャンルを5つ考えてきたんですけど、まず1つ目がコスメ美容法、はい、2つ目ファッション、うん、で3つ目が場所、4番目が美容医療、そして5番目がフード、いろいろ語ってきたので最後まで楽しく見ていただけると嬉しいです。ということで、はい、早速いきたいんですけど、まず韓国で流行ってるコスメ、あと美容法、日本とちょっと違うのかなって思っていて、真っ先にこれが流行ってるっていうものあったりしますか？韓国でバズってるものが大体日本にも入ってるんですよね、うん、まあ、そうですね、といえば、うん、フィーとか。フィーはめちゃくちゃ流行ってます。そうですね、はい、韓国とほぼ同時で流行ったりしてて、はい、そうなんだ。 VT のニューショットとかも、はいはいはい、韓国とほぼ同時で流行ったりしてるんじゃないですか。そうなんですね、うん、やっぱり韓国でもそういうニードルショットは結構新しい感じだと。超バズってます。あ、そうなんだ、はい、前お話しした時は韓国の方が好きなコスメと、うん、日本の方が好きなコスメのなんかそのツヤ感とか仕上がりがちょっと違うなっていうお話をしてたんですけど、はいはい、うん、今はブランドは結構流行ってるのは一緒だけど、物が違うっていう感じなのかな。私的な感覚では、うん、まあ、例えばロム&のリップとかも、うんうん、韓国の一番人気な品番と、はい、日本で人気な品番がちょっと違うな、あーみたいな。そうですね、韓国の方ってやっぱりブルベイエベって分けちゃうとちょっとあれだけど、うん、なんかどっちかと言ったらどっち系を使う方というか人気なものが多いですかね、それっていうか、うん、ブランドさんから色物のコスメの新作を出しますってなった時に、うん、イエベブルベ公平に出さないと、うん、ちょっとなんか言われるみたいな。え、そうなんですかシャドウパレットが出ました、うん、ブルベだけのシャドウパレット出ましたってなったら、うん、イエベはみたいな、寂しいよ、ね、みたいな。韓国って今でもイエベブルベは結構関係あった？関係ありますね、皆さん。関係あるの？日本では割とあるはあるけど、うん、ブルベの方もイエベ使っていいよねみたいな、うん、なんかそれがちょっとずつなんか薄れてきてるなっていう気がしていて、うん、韓国ではどうなのかなって思ったんですけど、やっぱり分かれてるは分かれてるっていう感じ、うん、そうですね。美容とかなんかあったりしますか？ちょっと出していいですか？お、いろいろ出していきます。持ってきていただきました、はい、こういうものとか、こういうものとか。え、全然わからない。何ですか？初めて見ました。本当ですか、うん、まあ、これは絶対初めてです。日本で履いてなくて。あ、そうなんだ。実はこれ韓国でも未発売のやつです、うん、もうめちゃくちゃめちゃくちゃ先取りのやつです。これはパッと見たら、うん、多分出したらわかると思います。じゃらん。え、見たことないです。何ですかこれ？これ傘です。え、ちょっと待って、新しすぎない？カッサの王様ってユギという韓国伝統の素材なんですけれども、はいはいはい、これが銅なわけなんですよ、はいはい、銅って天然の雑菌素材なんですね、はい、銅由来の重さが結構ぎっしりあって。あ、え、重い。頭にこれを。え、やばそう。ちょっと、え、いいんですか？やってみてください。こんな感じ。わ、ずっしりくる。ずっしりきますね。あのフィット感が全然違う気がする、うん、なんて言うんだろう、軽い力で、うん、そうですね、しっかり食います。マジで力がいらなすぎる、うん、めっちゃ気持ちいいです。めっちゃ気持ちいいですよね、うん、これでゴシ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 と言いやると、うん、根元のボリュームがふんわりとします、そうなんだ。反対側のその丸いところでは顔もできるんで、はい、気持ちいいですよね。え、指圧されてる感があってめちゃくちゃ気持ちいい器とかにも使われる素材なんで、汚れたら普通にお皿洗いの時に一緒に洗えばいいし、え、そしたらなんかすごい清潔にも保てるし、まあ、ちょっと重いというか、まあ、ずっしり感はあるけど、うん、別に持ち運びになんか支障があるぐらいではないから、うんうん、いいかもしれない。大好きです。それ初めて見ました。これは買えるんですか？
ここが韓国で買えます、うん、韓国のネットで買えます。あ、ネットそして、はい、お次これ持ってきたんですけど、はい、気になります。これは LG さんから、はい、プラエルという美容機器のブランドが韓国の中で一番最高級の美容デバイスブランドなんですよ、はいはいはい、そこも新作です、うん、初心者さんに向いてるデバイスじゃないかなって思いまして、なんか形も可愛くて可愛いですよね、うん、パカッと開くと、はい、超音波のコスメ浸透系のデバイスです。なるほど、はい、何でもいいからコスメ塗った時に、うん、手でチャパチャパするよりもこれでどうぞって感じで、うん、3分コース5分コースで終わっちゃうみたいな、簡単ですね。超簡単、朝晩で使っても全然いいし、うん、サイドエフェクトっていうか、はい、超音波が一番あのお肌に安全な技術と言われますので、うん、毎日すごいって感覚で使えるものですね。マスクパックの上でもできます、うん、めっちゃいい。本当にマスクパックとか、うん、半分だけこれやってみたら全然違います、はい、浸透とツヤと張りとキメが違います、うんうん、そうなんだ。これ欲しい、超おすすめです。まだ発売されてないんですもんね。まだ発売されてなくて、うん、来月韓国発売なんですけど、 そしたら LG の家電の、はい、家電の店舗でこれ絶対入ってると思います。これ名前何ですか。これスキンブースターという名前です。スキンブースター、来月韓国行けます。ありがとうございます。次、続きまして、はい、ファッション。すごい日本で韓国のトレンドが来てるイメージがあるんですけど、うんうん、街中みんなマルディメクルディの T シャツ着てるんですね。もう大人気。中山にも店舗ができて、うん、みんな大好きなブランドだし、バレーコアだったりを結構みんなトレンド感でみんなやってるのかなって思うんですけど、うんうん、韓国で結構流行ってるブランドだと言いますと、うん、無審査スタンダード言っていいですか。無審査様、はい、はい、日本で言えばゾゾタウンみたいな、まあ、セレクトショップといいますか、はいはいはい、いろんなブランドさんが入店しているネットショップなんですけど、はい、そこから出したオリジナルのブランドが無審査スタンダード、はい、まあ、通称ムテンダーズ、ムテンダーズ、無審査スタンダーズを訳してムテンダーズ言えば、うん、ユニクロみたいな、うん、白 T シャツと黒 T シャツ、まあ、ジーンズみたいな、うん、基本のみんなのみんなが着るような、うん、そういうお洋服作ってるんですけど、へえ、そうなんだ。生地がいい。ちょっとめっちゃ気になるんですけど、じゃあプチブラってことですか。プチブラです。で、生地が良い。めちゃくちゃいいです。そうなんだ。全然知らなかったし。本当ですか。それって韓国でそのムテンダーでの店舗があるか。ありますあります。カンスホンデガンナン、うん、まあ、今は結構広げてる状態です。そうなんだ。絶対行ってください。マジで行きたすぎる。もう来月韓国に行くしかない。爆買いしちゃってください。そうですね。なんかそのなんか企画とかも面白そう。韓国の方やったりしないんですか、そのムテンダーでのなんか爆買い企画みたいな。やろう。あ、やだ。いいアイディア、ありがとうございます。無審査じゃなくて無審査スタンダードっていう、はい、ブランドの方ってことですよね、うん、そうです。これはみんなめちゃくちゃいい情報だったんじゃない。ムテンダードがユニクロとか GU みたいなお手頃な値段で、その次なんか給料日頑張ろうってなった時には、うんうんうん、みんなインスタントパンク買うんじゃないかなって思いまして、この緑のロゴというかミント色のロゴをめっちゃ見てますね最近、うんうん、実は韓国でファッション系 YouTube チャンネルをやられてる方なんですよ。あ、そうなんですか。はい、社長さんが。そうなんだ、はい、結構大型のチャンネルで、はいはいはい、エリスポンクという活動目でやられてるんですけど、もともとスタイリストを長年やられてて、でブランドを立ち上げたのがインスタとパンクで、値段相場は1万2万、まあ、しっかり頑張って買おうみたいな感じになるインスタとパンクですね、はい、あともう一箇所、はい、おぜひ、はい、ムテンダーズが一番お手頃、うん、その次頑張ろうインスタントパンク、そのお次お憧れこれなんですけど、何ウヤンミというブランドです。このニットもう何もない一番基本的なニットなんですけど、うん、3万5万一応韓国発祥ですが、うんうん、フランスパリで、しかも男性服がここが強いんですよ。へえ、そうなんだ。男性服がめちゃくちゃ人気で、フランスのデパートでもう男性服で売り上げで1位取っちゃうようなブランドで、はい、普通にパリコレとかも出られてるブランドなんですけど、はいはいはい、四角いロゴなんですね。アクジョンドンに店舗があったり、はいはいはい、あとデパートにもミョンドンのロッテに店舗があったり、うんうんうん、デザインがめっち
ちゃいいんです。例えば、ウヨミのレディーズラインになるんですけど、うん、ここがこうなっている。かわいい。だから細見え効果、うん、確かに確かに。短めの丈で、うん、結構足長効果だったり、はいはいはい、で、これめっちゃ気に入ってます。気になる。シンプルなトップスとかってそのデザイン一番大切ですよね、うん、シンプルだけどいいものを持っておくっていうのすごい大切、うん、ウヨミウヨミウヨミ、はい、もう行きたいんですけど早く韓国に。ありがとうございます、はい、すごいさすが知らないものだらけでありがたいんですけど、やったよかった、嬉しい。そしたら、はい、次ホットな場所、ソンス。ソンスか。やっぱりソンスなんですね。日本でも最近はソンス、うん、ソンスって言ってみんなソンスのカフェに行ったり、うん、ハンナムドン、ハンナムドンも流行ってるというか、はい、ホットスポットだよっていう風に言ってるんですけど、うん、ソンスとハンナムドンだとどっちが結構ホットなんですかね。年齢層はちょっと違う感じしますね。そういうことか、うん、なるほど。20代の MG 世代という、うん、はい、若い世代はソンス行って、それよりもうちょっと大人の方はハンナムドン行って、ワイン飲むって感じ。ソンスもハンナムドンもお買い物スポットですか、それかなんかご飯それこそ飲むとか、うん、韓国はもはやお買い物はネットで、うん、ああなるほどってなるから、はいはいはい、ソンスもハンナムもポップアップ行って、うん、はいはいはい、実のものを見て、結局注文はネットでお願いしますって感じですね。なるほどです。最近よくある。みんなお洋服買いに行くとかではなくて、うん、そのエリアにカフェしに行ったり、うん、ご飯食べに行ったり、あとまあポップアップ、はい、なるほど。お出かけのコースがちょっと変わってきましたね。日本ではあんまりない感じかもしれない、うん、やっぱ日本はまだ店舗で買う方も多分多いと思うし、うん、見てその時に買うっていう感じだから、うん、そこがちょっと買い物の仕方が違うのかなって、うん、ポップアップストアが楽しいんですよ、うん、なぜかというとそのポップアップストア自体で販売を目的にしてるんじゃなくて、はいはい、このお客さんを楽しませて、はい、このお客さんをうちのブランドのファンにしちゃおうってことなんで、いろいろもらえます、じゃあ韓国のポップアップ巡りしたらめっちゃ楽しいんじゃないですか。めっちゃ楽しいし、めっちゃお得なんですよ、もらえるから。あ、え、何もらえるんですか。なんか買った金額以上のものがもらえたりするから、うん、まあ、例えばコスメのポップアップ行ったら、はいはいはい、フィンガーフードとかもらっちゃったりして、はいはいはい、くじ引きみたいなやつやって、うん、そこで当たったらなんかもらえたり。面白い。そのポップアップの情報はみんなネットで。ネット、ネット、やっぱネット社会ですよね。うん、ポップアップの聖地が、うん、ザ・ヒョンダイとソンス・ハンナムって感じですね、うんうんうん、なるほどなるほど、うん、ソンスでは流行ってるカフェとかご飯屋さんとかあります？まあ定番のオニオンとか、あ、はい、デリムチャンゴとか、カフェの名前がテリムチャンゴ、もともと倉庫だったところを改造してカフェにしましたという、はいはい、みたいなところとか。なんか今韓国塩パン流行ってるっていうんですか、それは本当ですか。本当です。今というか数年間前から結構塩パン流行ってて。あ、そうなんですね、はい、私のイメージベーグル、うん、塩パンみたいな。ベーグルも流行ってません？もう今も現役で。今も流行ってるんだ。ロンドンベーグルミュージアム流行ってます、ね、そうなんですね、はいはい、じゃ あの並行されて流行ってるですね、はい、まだ終わってないですよ。まだ終わってない。私もベーグル終わってたのかな。ちょっとフードのことは後でまた聞きたいので、ちょっと後でまた質問させてください。はい、はい、ということで次、美容医療ですね、うん、美容大国すぎて、うん、いろいろあると思うんですけど。あります。なんだろう、うん、リジュランはご存知ですよね。最近私チラチラ聞いてて、うん、めっちゃいい。あ、いいんですか。30代のお供。え、そうなんですね、うん、え、やりたい。顔全体にやります。全体にやります。痛い。痛いです。痛いか。痛いか。普通に痛いです。どのぐらいのペースでやるとか。まあ 1,2 ヶ月じゃないですか。じゃ結構定期的なスパンでやるんですか、ね、私はどういう美容医療も定期的にちょっと頑張ってやる時期があって、うん、ちょっと収まる時期があってみたいな感じじゃないですか、うん、私もリジューランはちょっと1年くらい前になっちゃうんですけど、はい、やっぱりリジューランやったら違います、うん、やっぱそのハリハリ、キメ、うん、あとトーンアップとか、いいな、保湿とか。そうか。リジューランはもうずっとです。あ、そうなんだ。 3,40 代の音も痛いです。手打ちの注射をポポ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 ポみたいな感じ。そういうスキンブースター系というとシャネル注射とか、あとはジュベルクとか聞いたことあるような。それはなんかどんなやつ。ちょっとした
ヒアルロン酸注入効果というか、広めにヒアルロン酸を入れるようなそのボリューム感とハリみたいな、リジュラン、ジュベルク、ウルセラ、ソマジ、シュリンクとかとい う, こうピュッとリフトアップ系の超音波系のハリの出るやつはもう定番化してて、それよりも絶対皮膚科さんで欠かせないものが LDM 管理なんですよ。何をするかに対しても LDM が結構絶対入るんですけれども、超音波でコスメの成分など肌の中に入れ込むみたいな管理なんですけど、何の痛みもない。ありがとうございます。そうなんだ、すごい。リジュランとかする前にやるってことですか？後でやってくれます。鎮静のケアとして。なるほどなるほど、はい、なるほど。相場は6000円ぐらいから1万円ぐらいなんで、1回あたり、それだったら絶対やりますよね、うん、それこそハリとか水分保湿、ハリ鎮静、うんうんうん、家庭用でできるデバイスとかも出てるんで。そうなんだ、はい、LDM は初めて聞いたな。ちなみにおすすめのクリニックってありますか？個人的な意見なんですけど、うん、LDM、ボトクス、うん、ウルセラ、ソマジ、シュリンクなどなどは、うん、みんな一緒。あ、まあ機械一緒ですもんね。みんな一緒、うん、だから安いところ行った方がいいと思います、うん、まあ、でもこれ聞いたらさ、みんなやっぱ安心して探せたりするんだね。やっぱ先生がいいのがいいのかなとか迷ったり、うん、もうそれこそ多すぎて分からなくなっちゃうじゃないですか、うん、だから価格で決めていいんだよっていうのを聞いたら、うん、多分みんなそれで探しやすいから、うん、価格と、まあ、日本人のお客さんというと、うん、日本人が通じるクリニックだっていくらでもあるから、そういうところで絞ってもいいんじゃないかな、うんうん、なるほどです。ためになるというか、新しい情報がありすぎて。やった、ありがとうございます。そしたら最後、はい、フードチラッと言ったんですけど、うん、私のイメージでは、うん、パンが流行ってるイメージなんですけど、うん、パン類では、うん、とてつもない、うん、なんかハイブリッドというか怪獣パンとかが出てて。怪獣パンですか？クロッフルとか流行ってるのご存知ですよね？クロワッサンのワッフル、はいはいはい、クロワッサンの上にクッキーの生地を乗せて、うん、そのまま焼いちゃって、うん、まあ、クロワッサンとクッキーが合体してる形のクルキー。クルキー、はい、初めて聞きました。クロワッサンプロスプラスクッキーって感じで、うん、クルキー、クルキー、はい、流行ってます。わけわかんない、わけわかんない知ってる人いる？初めて聞いたんですけど、うん、その見たこともないし、うんうん、映え系のスイーツって感じなんですかね。映え系ですかね。そうなんだ。私もう9月に韓国行ったんですけど、もうずっと塩パンが流行ってるとしか思ってなくて、うん、塩パン塩パンっていう風に見てたんですけど、チャヨンドソグンパン、はい、このチャヨンド食パンっていうのを私は見つけて、うん、あ、絶対ここは流行ってるって分かんないけど、うん、確信をあの写真撮ったんですけど、これ流行ってます？初めまして。あれでもこんくらい塩パン押してるところだと美味しいんじゃないですか？あ、でも出来立てだったから美味しかったです。あと最近あれですね、ヨアジャン、ヨーグルト、あ、アイスクリームのお店です、うん、ちょっと酸味あってサクサクするようなソフトアイスクリームあるじゃないですか。あれ、あ、フローズンヨーグルトだけなんですか？はいはいはい、うんうん、なぜかそのフローズンヨーグルトにいろんななんかトッピングを入れて、はい、食べるのが流行ってて、そうなんだ。マサイ的な感覚で、ヨーグルトアイスっていうのは普通にあったりするけど、うん、はいはい、それが流行ってるとか全然なくて、うん、でもそれが流行ってるってことですよね。これがなぜか流行ってるんですよ。次に来るんじゃない、それヨーグルトアイス。いや、今日本で流行ってるアサイと全く一緒なんです。いや、日本にわざわざ来る？きそう。だって日本にないですもん。これないよね。ヨーグルトアイスって普通のアイスよりヘルシーだと思うから、ヘルシーに食べれるアサイに続くヨアジョン、ヨアジョン、ヨアジョンってヨーグルトアイスのブランドさんの名前、そうなんですね。来るんじゃないの、わかんないけどでもそれがトッピング追加追加追加したら、うん、もう3億出るという、うん高くなっちゃうから。そうですよね。私的には、うん、これをわざわざみたいな。あ、でもなんか映えそうだから、もう本当にコーンフロスト買ってヨーグルトアイスだけ買って入れて食べたらより安くするんじゃないみたいな。まあそうですね。もうトッピングしまくって映えさせて写真撮るのがもう好きなんじゃないあ、また2個あります。あ、まだあるんですね。トンクトンクトンブラゴミギ、まあ、タンブラデコという意味です。はいはいはい、
ですね、定番は、はい、この中のスタンリーのこのタンブラーですよ。アメリカでもめっちゃ流行ってて、それが韓国にも流れてきたんですけど、はい、めっちゃ保温保冷性がすごくって、うんうん、朝氷入れたら夜まで持ちます、てか明日まで持ちます。すごい。これが、まあ、定番のやつで、うん、ここでタンク自分なりのアレンジっていうかデコが入るんですけれども、うんうんうん、まずこのキャップ、はい、ストローのキャップが一つのデコリで、これが重いんじゃないですか、はい、そうですね結構持ち運びにね重いだから、はい、これに入れて、すごい肩掛け、肩掛けですごい、しかもポケット付き、でここになんか携帯とか、うんうんうん、お財布とか、クレジットカードとか、そっか、これが邪魔となった時は、うん、これはめて、なんか出てきた、すごい、こんなのもやってるんですね、はい、すごい。このキャップもなんかキャラの形のキャップとか、はいはいはい、みたいな、そういうの、はいはいはい、そういうの、あの私めちゃくちゃ自分でデコりたい派なんで、この外にもなんかシール貼ったり、デコったりするのが流行ってます。へえ。じゃあ韓国では結構このタンブラー持ち歩いてるのがもう今は主流という感じですか？主流というか、うちの場合オフィスに15人くらいいるんですけれども、うん、はい、大体みんな持ってて、そうなんだ、うん、みんなこれ持ってそんなになんか異常な光景ではないみたいな、うん、あ、そっかそっか、スタバにタンブラーに行ってくださいみたいな、これがめっちゃ保冷がめっちゃ持ちますから、かかか、はい、ちなみにこの中は 800ml くらい入ります。すごい。でもこれ1日全部飲み切ったら、まあ足りないけど飲まないより全然いいですもんね、水分補給って、うんうんうん、これ運動の時に私だいぶ助かってます。やっぱタンブラーいいよな。この下がちょっとちっちゃくなって、うん、カップホルダーにはまるんです。なるほど、うん、すごい、それいいですね、うん、タンブラーをスタニーのタンブラーに限ります。あ、なるほどです、このブランドなんですね、はい、これは多分日本でも全然買えますよね。スタニーが日本には入ってるとは思うんですけど、うん、色味も大事、うん、あ、確かに可愛いこの色。そう、これがエルメスみたいに自分色のタンブラーを買うっていうのがまた大事なんですよ、うんうん、なるほどです。いろんな種類あるから、うん、そっかそっか。で、エイチャーはこのベビーピンク、可愛い、私もピンク大好きなるほどです。もう一つがサプリ系になるんですけど、うん、めっちゃ気になる。最近やっぱ血糖値とかいろいろいってるんじゃないですか。エサビ、エサビ、アップルサイダービネガー、オーガニックのアップルお酢、はい、これを食前に水に割って飲むと血糖値の急上昇を防いでくれるみたいな、うん、なるほど、はいはい、この一本を紙コップ1個くらいの量で割って飲んで、なんかカップルってオーガニックでもパッケージが可愛い。やったー、嬉しい。どうぞ。これはどこで買えるんですか？ネットで買える。ネット、ネット、ネット、ネット。クパン、クパン。結構癖があります。普通にお酢だから。あ、確かにお酢の匂い。じゃん。じゃん、ありがとうございます。うん。あ、すごいすごいすごい。息止め、こうなります。うん、そうですね。甘さゼロですね。ゼロ。うん。でもそれが逆にいいかもしれない。いや、無理しないでいいですよ。お薬だからって感じで、ま、まずくはないですね、はい、まずくはないけど、美味しい、美味しいかみたいな感じだけど体にいいなら絶対みんな飲める、うん、私なりのなんかレシピがあって、お水じゃなくて炭酸水に割って、そこにお粉のビタミンを入れるんですよ。うん、レモナとか、はいはいはい、するともうちょっとその酸味というか癖が和らげるから、うん、そうやって飲んでます、うんうん、なるほどです。食前、食前、じゃあ3回でもいいですし、うん、なんか重めの食事の前とかだけでもいいですし、はい、これやっぱり癖があるじゃないですか、はい、みんな頭を使うんですよ。なになに？エサビのグミです、はい、すごい。もうちょっと食べやすくなってるっていう、可愛、はいい、はい、んですけど、マジで、うん、なんか形してますね。可愛 い形してます。1回2個です。あ、1回2個、うん、これはちょっと、うん、全然大丈夫ね、うん、普通にグミ、ちょっとコーラっぽい味、あ、しません？コーラグミの味しますね。あ、うんうんうん、私も全然グミの方が好き。でもなんかこっちの方が体にすぐ浸透しそうな感じしますね、うん、これはちょっと効果は分からなくて、ただただ祈りの気持ちで、確かにお守りサプリ的な、はい、はい、こんな辺です。うん、素晴らしい、ありがとうございます。いい、新しい情報めちゃくちゃ参考になったし、ありがとうございます。楽しかったです。質問攻めにしてしまって、うん、すみません。
なんですけど、最後までもぐもぐしてしまってすいません。あ、今もぐない。質問もぐもぐ。ちょっとこれでまた韓国に行きたい欲が増えてるんですけど、本当にありがとうございました。ありがとうございました。A ちゃんのチャンネルでもファッションのこといろいろ撮ってるので、そちらもぜひチェックしてみてください。うん、って感じで、この動画が楽しかったり、また A ちゃんとのコラボ見たいなと思ってくれた方は、ぜひいいねとチャンネル登録をお願いします。くらーん。あんにゃーん。